お疲れ様でした。ありがとうございます。試合終わってみての感想いかがでしたか。はい、まあ、お互い3日目ということで、まあ、消耗した中で、まあ、その中で、まあまあ、すごい相手もいいチームで大変だったんですけど、落ち着いてプレーできて、で最初2点入ったのが結果につながったと思います。次の試合に対する気合というか意気込みお聞かせください。はい、まあ、次も、まあ、いつも通りと言いますか、我々はクラブとして一貫してやろうとしている、サッカーがあるので、それを、まあ、表現していきたいと、まあ、いつも通りやりたいと考えています。